アスガー・ハンメリク、または、ハメリクは、デンマーク世紀ロマン派音楽の作曲家。生前は、ニルス・ゲーゼ以後の世代で最も優れた、デンマーク人作曲家とみなされ、出世作にして代表作となった、レクイエムは、ベルリオーズの影響が指摘されている。コペンハーゲン近郊のフレゼリクスベルクに生まれ、ヨハン・ペーター・エミリウス・ハートマンとゲーゼに音楽を学ぶ。代で、 諸女作を手掛けた。実家でハンス・クリスチャン・アンデルセンと家族ぐるみの付き合いをしていたことから、ハンメリクもアンデルセンと定期的に手紙を送り合っていた。その後1862年にデンマークを離れてヨーロッパ大陸に留学。ミュンヘンでハンス・フォン・ビューローに支持し、パリではエクトル・ベルリオーズの被護を受けた。1864年に 第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争後のデンマークの国民感情を表明するためにドイツ語風の聖ハンマリッチをデンマーク的な語感のハメリックに改めた。1869年にパリを去ってイタリアに行き、ついでウィーンに赴いた。1871年に渡米しメリーランド州ボルチモアのピーボディ音楽学校に養成されて校長に就任した。 ハンメリクの大規模な演奏会用作品の大半は、同行の学内オーケストラのために作られた。1898年に校長職を辞し、ついに1900年、アメリカ人ピアニストであるマーガレット夫人を連れて、デンマークに帰国し、実質的な引退生活に入った。ただしコンクールの審査員や指揮者としての活動には取り組んだ。 作品番号にして41曲を手掛けており、7つの公共曲といくつかの室内楽曲、4つの歌劇、5つの還元楽組曲のほかスカンディナビアミニオーに基づくいくつかの還元楽曲を残した。息子エッベは指揮者及び作曲家に、娘バルディスはオペラ歌手になった。今日では比較的無名の存在になっているが、 生前は優に四半世紀にわたって、ボルチモアピーボディ音楽院の院長として、アメリカ合衆国において影響力ある教師となり、作品は、欧米の両大陸で上演された。ハンメリックの作品で最も顕著な影響は、ベルリオーズである。とりわけ意識的に選択したのは、フランス音楽の影響に密着するという姿勢であり、交響曲における、フランス語の題名の採用や、 固定観念の技法に、それを見ることができる。ハンメリック作品は、北欧的な感じがするとしばしば表されており、作曲者自身も、友人への手紙の中で、たとえ自分は渡米するにせよ何時でもデンマーク人の、ままでいるつもりだと述べている。後期作品は、セザール・フランクや、ポール・デュカスらの作曲家の影響も組み込んでおり、より頻繁な転調や、変異和音の多用。 発展的調整や部分的復調も取り入れている。最後の公共曲は、同時期のマーラーの作品にも匹敵する作品である。ありがとうございます。